おはようございます。今日は5月の22日土曜日でございます。今ね、時間10時半なんですけど、今日は先生と久しぶりにおデートでございます。アリゾナに引っ越してきてからずっと行ってみたいところがあって、もう何年もね行ってみたいなと思って、なかなかなんか行こうという気にならなくて行ってなかったんですけど、フェニックスにあるボタニカルデザートボタニカルガーデンっていう、まあ砂漠の植物園がねあるんですけど、そこずっと行ってみたくて、なんか今だけなのかちょっとわかんないけど、なんか予約して行くんだけど、チケットも取ってあるので、時間もね選べたんですけど、あんまり遅く行ってもあれかなと思って、で昨日ね結構涼しくて、今日が結構昨日よりも涼しいみたいで、気温もねそんなに高くならないから、ちょっと風は強そうなんですけど、ね、今日ちょうどいい天気なので行ってこようと思いますので、その様子をね今日はブログで撮っていこうと思います。まあ、駐車場着いたんだけどめちゃめちゃ混んでます。全然ね駐車場が空いてないんだけど、まあ、チケットは取ってあるからね入れるんだけど、駐車場が全然空いてないです。とりあえずパーキングね、なんとか見つけてパーキングしましたので、11時半まではね入場できるので、うちなんですけどまだ間に合うからね、行ってきます。この木めっちゃいい。うちもね木をね植えたくてちょっと探してるんですけど、いろいろあるけど、アリゾナにね適した木はいろいろあるんだけど、いろいろありすぎてねよくは知らないので、今日はいろいろね名前書いてあるしね、いろいろ見て回ります。あ、ここ絶対可愛いところだ。ワイルドフラワーだって、超かわいい。めっちゃかわいい。かわいすぎる。すごい、全部大きい。2メートルぐらいあるね、これも。紫のやつもある。紫のサボテン。アリゾナはね、こんなカラフルではないけど、たまに色があるとね、かわいいね。すごいね、全体的にスパイキーな感じでチクチクしてますけど。すごいね。ちなみにめちゃめちゃ広いからね、まだ入ったばっかでね。なんかいろんなエリアに分かれてるから、あとお土産屋さんもあるっぽいからね、楽しみなんだけど。そこんな感じで全部ね名前を書いてくれてるから、あ、これかわいいと思ったのちょっとメモしてね置くといいかなと思って。はあ、今日はそんなに暑くもないし最高ですね。カラッとしてて、やっぱアガベかわいいな。これアガベ系のこういうのかわいいね。ちっちゃいのもかわいいし、トカゲがいる。見えるかな？あそこにいるんだけど。ほら、見えた？めっちゃでかい。トカゲ。シェードカーテン。これね、もちくんが好きなディアグラスってやつ、これうちら買ってね植えようと思ってるんだけど、もちくんがいつも忍者する忍者ポーズするやつなんだけど、なんかタコみたい、フジツボみたいじゃない。面白。あー、いいね、こういうの
やっぱ木のアーチがあるといいね。素敵、シェードガーデン。はあ、でかこの木。これはなんだ？お水。いいね。涼しいわ。これはなんかブドウのようなサボテンだね。これはさ、こういうやつなのかな、それともなんか倒れたけど頑張って上に伸びてきてるみたいな。ほら、なんか倒れたみたいな感じになってんだけど、もともとそういうやつなのか横に伸びてるのかわかんないけど、すごいね、なんか生命力を感じるね。これとかもすごい。あ、ローズマリーだ。すごいね、こんなになるんだね。あ、サボテンの花が咲いてる。黄色いお花が。この辺はベジタブルガーデンで、ひまわりも咲いている。あとハーブとかもかな。いいね、いいね。こっちもこんな感じになったらいいね。すごい、めっちゃでかいよ。どれぐらい、8メーター、10メートルぐらいあるのかな。すごい。この枝分かれしてるのがなんかサボテンの年齢がわかるみたいで、めっちゃでかい。近づくともっとわかるかな。ちょっとね、画像じゃっていうか動画じゃね、あんま伝わんないかもしれないけど、すごい。この子たちめっちゃなんか複雑なんだけど、なんか私こっち行きたいんだけど、いやいや私はこっち行きたい、いやいや私はこっち、いやいやそっちでしょみたいな。面白い。この奥のやつは野生のサボテンかな。生やしてんのもありそうだけど。すごい密集地帯。すごいね、何回見てもなんか見飽きないぐらいすごい。そう、めっちゃね、なんかねふわふわに見えるけど全然ふわふわじゃないんですよね。ほんと針だから、ハリネズミみたいな。アメリカで野生でねサボテンが生えている州はアリゾナだけなので、まあその他の州でももしかしたらね、あのボーダーの近くで生えているかもしれないけど、まあ、基本はアリゾナだけなのでね、こういう景色が見れるのは、まあ、アメリカではアリゾナだけかなと思う。メキシコとか多分生えてると思うけど、まあ、アリゾナももともとメキシコだからね、もともと昔はね、なかなか見える景色ではないので、お裾分けです。ウッドペッカーズってキツツキの仲間、キツツキかな。こうやって穴掘るんだって。穴掘って巣にするんだって。すごくない？ここのトレイルはネイティブアメリカンの人たちのなんか生活がなんか再現されてるのかな、そのコーナーらしい。これサボテンですね。
サボテンの水分抜かれたやつ、オアシスに来ました。もうめっちゃトトロみたい。いいね。すごい、トトロみたいじゃない。ここお水になってます。ちなみに、あ、素敵。いいな、こういうのすごい好き。この木もめっちゃ大きいし、はあ、めっちゃ涼しいわ。木陰、お家が出てきました。こんな感じ、中入れるんだ。入ってみようか。すごい、なんかね、でも空気がこもってる感じはするね。あの日陰だからね、直射日光は抑えられるけど、結構このふわふわのやつが風はあんま通さない感じかな。これはキッチンかな。キッチンだ。こちらがキッチンでございます。同じやつ使ってんだね。こんな感じで生活してたらしい。これなんか座るとこなのかな、まな板なのかな。なんか作ってるやつ。この木よく生えてるね。この名前ちょっと私読めないけど、これいろんなとこに生えてて、あそこにあるのがホールインザロックって、うちらがね何回か行ったことある、あのこの岩にね穴が開いてて、あそこに入れるんだけど、フェニックスにあるね観光スポットで、ただでね行けて、駐車場から5分ぐらいで行けるとこなんだけど、あそこもねめっちゃ景色が良くてね、ほんとフェニックス全部見れるとこなんだけど、すぐ隣でしたね。スパニッシュガーデンだって。ハラペーニョとかね、チリペッパーとかパクチーとか、そういうのが可愛いね。この囲いもなんかめっちゃオーガニックで可愛いね。多分みんなにはねちょっと同じ景色が続いててつまんないかもしれないんですけど、めちゃめちゃ楽しい。すごい広いからね、ゆっくり歩き回りながらね、名前見て、あ、こんなのもあるんだって感じでいろいろ見ております。最後にお店見てきます。かわいい。めっちゃかわいい。これ175ドルするんだ。いやでもかわいいな、これ。ギアさんの中はなんかハニーとかも売ってるね。カクタスジェリー、ハラペーニョジェリー、ヘアプランツもいっぱい売ってる。はい、車帰ってまいりました。めちゃめちゃ楽しかった。25ドルなんだけどチケットね、なんかシーズンによって多分値段は変わるんだけど、今の時期はあの25ドルで、25ドル以上分ぐらいのねボリュームあったので、なんかメインのトレイルがあって、そこからなんかちょっとセクションで分かれてちょこちょこトレイルがあって、全部でゆっくり歩いたら2時間ぐらいかかるかな、まあ、見ながらね。うちらはまあそんなにゆっくり歩かず、まあ、普通に歩いてどれぐらい、1時間ぐらいでもかかってんのかな、まあ、いろいろ見てめちゃめちゃ楽しかったです。意外にでもあの思ってたより広くてね、足が疲れました。なんかちゃんとしたスニーカーで行った方が良かったかなと、ちょっと若干後悔だけど、でもまあサンダルでも全然行けなくはないかなって感じなので、あの普通に道はね、砂地か、あの、ブロックが敷いてあるから、全然歩けはするんだけど。はい、ということで、めちゃめちゃお腹空いてご飯食べてないんですよね。時間今ちょっと何時だろうか。まあ時間1時半ですね。11時半ぐらいに着いたから、やっぱ2時間ぐらい、なんだかんだ。ちょこちょこ回ってね来たので、そうお昼食べてなくてお腹空いてるので、まあ、この辺でお昼買って食べるか、
まあ、買って家帰って食べるかちょっと決めてないけど、せっかくまあフェニックスのね中心の方まで来たから、なんかあればいいなと思ってんだけど、検索して、まあ、なんか特になかったら近所のところでなんか買って家で食べようかなと思います。結局ね、ダウンタウンの方はあの車がね、混む時間だったので家の方までちょっと戻ってきました。で、今日はね、先生のリクエストでコリアンバーベキューの食べ放題に来たの。2人ともめちゃめちゃお腹空いてるからね、まあちょっと遅くなっちゃったから夕飯券かもしれないけど、食べてこようと思います。お腹空きすぎてて店内で撮るの忘れちゃいました。車帰ってきたんだけどね、食べ放題だからもうお腹いっぱい前食べてまいりました。とね、今時間が3時半ですね。まあ多分夕ご飯券ぐらいになると思うので、まあ、夕飯はちょっとお腹空いたらなんか適当にちょっとつまもうかなぐらいの感じになりそうなんですけれども、店内がめちゃめちゃ寒くてね、外があったかいから今ちょうどいいんだけど、はい、ということでお家に帰ろうと思います。はい、お家帰ってきてしばらくねゆっくりしてまして、もうお腹いっぱいだったからずっとソファーでね休憩してたんだけど、もうそろそろね夕ご飯の時間だけどやっぱりお腹空いてないので、まあ、ちょっともしかしたら小腹減るかもしれないけど、したら後でなんかつまもうと思うので、とりあえずは今日は夕飯はなしかな。それではもちくんのお散歩に行ってきます。今日はねちょっと涼しいからね、めちゃめちゃ気持ちよさそうなお散歩になりそうですけど、行ってきます。ただいま時刻10時半ですね。ちょっとね今日は寒いかな。今19度なんだけど、体感的には17度くらいのひんやりした感じ。今長袖着てるけどね、ただね風が止んで、昼間すごい風がすごかったんだけど、夕方ぐらいかな、すごいめちゃめちゃ風吹いてたけど、風がね一切止みまして無風になりました。だからまあ、 風がね吹いてない分、そのひんやりしてる感じは少し少ないけど、空気はすごく冷たいので、でも外でこうやって座ってる分にすごく、ね、いい感じのね気候ですね。たまにはちょっと外で、多分この週末越したらもう6月入ったらね、夜もなかなか暖かくなってくるというか暑くなるのかなと思うので、そう、この間これねターゲットで買ったんですよね。ターゲットの1、3、5ドルセクションのところに売ってて、5ドルだったかな、多分外用かどうかちょっとわかんないんだけど、なんかナイロンっぽい感じの生地だったし、外で使えそうと思ってアクセントになるから安かったしね、買ってみました。もう1個欲しいなと思ってるんだけど1個しかなかったから、また今度行ってね、あったらもう1個ぐらい買おうかなと思うんだけど、外用のクッションで使っております。ちょっとね外の明かりがね微妙なので、たまにちょっとピンボケしようかもしれないんだけど、今日は念願のずっと行ってみたかったデザートボタニカルガーデンに行ってきまして、想像のね 3,4 倍ぐらい大きかったので、もうちょっとなんかちっちゃくてこじんまりしててパパッと回れる感じなのかなと思ったんだけど、意外にねこうなんかメインのトレイルがあって、そこからこうちっちゃいトレイルセクションみたいなの分かれてて、それがね4箇所5箇所ぐらいあったので、まあトータル2時間ぐらいで、ね、ゆっくり歩き回って、意外にボリューミーでちょっと疲れたので、でも大満足ですね。サボテンもさ、まあ、アリゾナ住んでればその辺に生えてるって言ったらあれだけど、まあ、よく見かけるからね、まあ、大きいのか小さいのから、お庭に生えてるのとかも含めていろんなの見るから、結構まあいろんな種類があるっていうのは知ってたけど、今日またそのボタニカルガーデンで見て、なんか改めて、あ、こんなに種類あるんだなとか、あ、これとこれってなんか似てるけど違う種類なんだとか、そういうのも知れたので、ほんとね、そんなのはね多分なかなか他の州とか、もちろん日本とかもそうだけど、味わえない経験かなと思うのでね、アリゾナならではの経験ができたんじゃないかなと思います。あとはうちのそのガーデンのね、参考にもなったし、まあ、また来年の春、まあ、春って言ってもアリゾナは冬もねそんなに寒くならないから、本当に1月が一番寒いかなくらいなので、種まきとかもみんな1月2月ぐらいから、本当にねもう年中種まきしてもいいぐらいの場所には住んでるからね、
そうなのでちょっとね、あのアイデアが広がって、あこんなのもいいな、あんなのもいいねって先生と歩きながら話して、先生もなんかあこれいいなっていうのがあったみたいなので、ちょっと名前覚えたりしてたけど、もちくんもね本当は連れて行けたみたいだったので、まあ次回行くときは、ただ夏はもう暑くなっちゃって地面がね暑くなっちゃうから、もちくん連れて行くならまあ秋か冬かかなと思うんだけど、またその違う季節に行ったら、なんだろう、お花とかもちょっと変わるのかなと思うので、また機会があったら行きたいなと思います。ということでね、もちくんも今お外で一緒にねリラックスしてるんだけど、もうちょっとリラックスしてお家入ってね寝る準備しようと思いますので、今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。また次回のビログでお会いしましょう。バイバーイ。